願いします。皆さん、こんにちは。そのままです。本日はお忙しい中、このような場にお集まりいただき本当にありがとうございます。2日前に編集部で発表しましたが、また改めてご報告いたします。私、浅田真央は受験生活を終える決断をいたしました。長い先生活だったんですけど、たくさん山がありました。でも、そのたくさんの山を乗り越えられたのも、支えてくださった方々や、たくさんのファンの方々の応援があったからだと思っています。今日は、感謝の気持ちを皆さんにお伝えできればと思い、このような場を設けさせていただきました。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご出席ください。それではこれより皆様方のからの質問をお受けします。係の者がマイクをお持ちしますので、ご質問がある方は挙手をお願いします。なおご質問の際、会社名とお名前を、おっしゃっていただきたいと思います。この後、囲み取材、個別等の取材はありませんので、質問のある方はこの時間内でお願いいたします。それでは最初に、フィギュアスケート分科会を代表いたしまして、フジテレビ様に、ご質問をお願いいたします。フジテレビ様お願いします。はい、代表質問各社フジテレビ西岡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはお疲れ様でした。ありがとうございます。2日前ブログで引退を発表されて、改めて今どんな心境でしょうか。いや、まず本当に今日この場に立った時に、入ってきた時に、本当にこれだけのたくさんの方がいらしてくださっていたので、私自身ちょっとびっくりしたんですけど、今ちょっと落ち着いてます。いろんな人から引退の後に言葉をかけられたと思います。何か印象に残った言葉というのはありましたか。そうですね、発表してからは本当にたくさんの方が連絡を くださったんですけど、皆さん本当にお疲れ様っていう言葉をかけてくださったので、私自身もなんと選手生活終わるんだなっていう気持ちになりました。親しい人への報告というのはどのような形でされましたか。そうですね、少し前ですけど、家族だったり友達に報告しました。何か印象に残る言葉とかありましたか。もうみんなお疲れ様って、よく頑張ったねって言ってくれました。引退を決めたきっかけについて伺います。具体的にどのぐらいの時期から引退ということを考えたんでしょうか。私は復帰してからいい形でスタートできたんですけど、やはりそこから練習をするにつれて、試合に出るにつれて、やっぱり今のスケート界の時代はすごいので、私自身もついていけるのかなっていう思いが強くなったり、とはやっぱり気持ちだったり体の部分で、やっぱり復帰前よりも少し辛いことの方が多くなりました。で、なんとか1シーズンは乗り切れたんですけど、2シーズン目からはなんとかなんとか頑張ろうっていう思いだけでやってきました。でもやっぱり最後の全日本選手権で、もう、なんだろう、もういいんじゃないかなっていうふうに思いました。その全日本選手権から今まで3ヶ月近くありましたけれども、その間はどんな思いだったんですか。迷いも含めていかがですか。そうですね、やはり自分が復帰してからずっと掲げてきた、やっぱりピョンチャンオリンピックに出るっていう目標があったので、私自身すごくそこで自分で言ってしまったこと、自分が目標をやり遂げなきゃいけないと思っていたので、その自分が言ってしまったことのとの
全日本選手権がきっかけになったということですけれども、具体的には、時期的にはいつ頃決心したんでしょうか。本当に全日本終わって、すべて結果が出たときに、ああ、もう終わったんだなというふうには思いました。でも、日が経つにつれて、やっぱり自分が言ってしまったことっていうのは、やっぱり今まで最後までやり通してきたので、やらなきゃいけないんじゃないかなという思いの方が強くて、やはりここまで伸びてしまいました。ピョンチャンオリンピックの思いもあったと思いますが、それを上回るぐらいの達成感があったということでしたか。そうですね、私は、ソチオリンピックが終わってから最高の形で終えることができたんですけど、やはり自分の体はまだまだできないですし、自分の気持ちとしてもまだまだやれるという思いがあったので復帰しました。でも自分が実際挑戦してみて、もう気持ちも体も自分の気力ももう全部出し切ったので、今は挑戦して何も悔いはないです。最後の大会だった全日本選手権でトリプルアクセルに挑みましたよね。この全日本選手権の最後、どんな気持ちも含めて理解というかですか。そうですね、最後になるのかなという気持ちが、ソチオリンピックの世界選手権ほどではなかったですけど、でも最後、トリプルアクセルを挑戦して終えれたことは、なんか自分らしかったかなというふうには思います。それでは現役生活を振り返っていただきます。初めてスケート靴を履いた日のことって覚えていらっしゃいますか。私は覚えてないんですけど、5歳だったので、でもヘルメットをかぶってスキーウェアを着て肘当て膝当てをしてたのは写真に残っているので覚えてます。どうですか、それから20数年間スケートやってきて一番楽しかったことってどういうことでしたか。やっぱりちっちゃい頃にフィギュアスケートっていくつも技があると思うんですけど、その技ができるようになった時っていうのは本当に楽しい気持ちで、じゃあ次2回転跳びたい、次3回転跳びたいっていう、そういう思いがすごく楽しかったです。逆にプレッシャーも背負って辛かったこともあると思いますけれども、辛かった部分というのは今どう受け止めてますか。辛かったことはそんなになくて、やっぱりこの道を選んできたのも自分ですし、自分がやりたいと思って望んでやってきた道なので、辛いと思ったことはありません。2回のオリンピックを振り返っていただきます。まずはバンクーバーオリンピックでは銀メダルを手にしました。まずはバンクーバーの思い出を振り返っていかがですか。はい、バンクーバーは19歳だったんですけど、すごく10代で若くて本当に気が強くて、本当にその強い気持ちだけで乗り越えてきたなっていう感じがします。そして4年後のソチオリンピックでは素晴らしいフリーで国民に感動を与えてくれました。ソチオリンピックを振り返って今どんな思いでいらっしゃいますか。ソチオリンピックは、やはりショートが残念な結果だったので、本当に気持ち的にはすごく辛い試合ではあったんですけど、フリーでああいう形で最高の演技で終えることができて、気持ちの状態から、バンクーバーからソチ、その4年間の思いを全てその4分間に注ぎ込めたと思っています。2度のオリンピック経験というのは浅田さんにとってどんな経験になりましたか。私の今後の人生においてもすごく、いい経験だったり、いい思い出だったのかなというふうに思います。そして3回の世界選手権優勝、これは日本人最多です。印象に残っている大会、ことというのは何かありますか。そう、2回世界選手権で金メダルを取ったときは、全てオリンピックの後の世界選手権だったので、そのオリンピックの悔しさというのを、その世界選手権で話せた大会だったかなというふうには思うんですけど、私、最後の世界選手権は、一応自分の気持ちの中では、最後と思って自分の試合があったので、すごく
すごくこう今までのスケジュール編成を全てそのプログラムに入れてた試合だったので、やっぱり最後の世界選手権が一番思い出は強い試合でした。練習させていただいて、どうでしょうか、最も印象に残っている演技、今一つ選べるのはどれになりますか。 やっぱり一つっていうのは難しくて、やっぱりそっちのフリーかなというふうに思います。やっぱりあの時間に込めた思いというのは大きかったですか。そうですね、やはり気持ちがすごい今までの試合以上にちょっと落ち込んでたり辛かったりした部分もあったんですけど、 それでもあれだけのやっぱり挽回の演技ができたことに関して、すごくそして、オリンピックだったということが一番良かったのかなというふうに思います。長く指導を受けた2人のコーチについてご覧いただいたいと思います。まずは山田コーチにご報告をされたと思いますけれども、どんな思いがありますか。はい、町子先生は小さい頃に指導を受けてたんですけども、 本当にスケートの楽しさだったり挑戦する楽しさを教えてくれました。でもその一方でスケートだけではなくいろんなことを教えてくれた先生です。そして佐藤コーチ、佐藤コーチの思いはいかがでしょうか。佐藤コーチは大人になってから指導を受けたんですけど、やはり 自分の意思もすごく強い方というか強いので、先生といろいろ話し合いをしたりする機会も多かったんですけど、自分の意見もしっかり聞いてくださって、それを静かにこう見守っていってくれてた先生でした。特に休養があってから戻ってからの2シーズン間は、その佐藤コーチとのやり取りもいろいろあったと思います。振り返ってみて、この2年間に 意識からのビールというのはご自分の中でどう捉えてますか。そうですね、ソチオリンピックのシーズンで世界選手権を終えて、自分が選手を終えていたら本当に今もまだできたんじゃないかなっていうふうに思っていたと思います。でも自分が望んで復帰をしてチャレンジして 出した結果なので、本当に今は何もやり残したことはないので、そういった意味でもう一度自分でチャレンジすることができてよかったなというふうに思っています。それでは今後のことについて伺います。まずは今後浅田さんがどんな仕事をしていくのか注目されると思うんですが、まずは自分の中でどんなプランがありますか。 まずもうすぐ夏になるのがダイスのアイスショーなので、そこでまた選手生活を終えて初めて皆さんの前で滑れるので、いい演技を目指して頑張りたいなというふうに思っています。フィギュアスケートにどういう形で携わっていくんだろうと我々は考えるんですけれども、そのあたりいかがですか。やはり私5歳からスケートを始めて、 今までスケートにお世話になりました。なので、これからどんな形であってもフィギュアスケートに恩返しができるような活動はしていきたいなというふうに思っています。具体的なプランはこれからという感じですか。そうですね、はい。そして、日本フィギュアスケートについて伺います。浅田さんに憧れてスケートを始めた選手たちが、今トップスケーターになってきました。そういう環境も含めて、日本フィギュアスケート界に今後について、エールをお願いします。はい、そうですね。引退された本当に大先輩の方をはじめ、私も引退することになったんですけど、今まで本当にスケート界を 引っ張ってこれたかなというふうに思っています。これからは、やはり
今若い選手がどんどん出てきますので、若い選手がパワーでフィギュアスケート界を引っ張っていってほしいなというふうに思います。荒川さんにとってフィギュアスケート、改めて今振り返ってみてどんな存在ですか？ 今年は1月から3月までは、今4月、1月から4月までは、スケート靴を持たず滑らずにずっとおりました。でも、7月に勝負があるので、もう滑り始めます。最後に一つだけ、今すがすがしいという気持ちがありましたけれども、何か一つ現役生活でやり残したこと、何か悔やむこと、というのはありますでしょうか？ そういったやり残したことは何だろうって思うことがなかったので、それだけ本当に自分は全て
やり尽くしたんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、時間でございます。テレビ朝日の小川と申します。本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございましたとまずはお伝えしたいです。ありがとうございます。今日は白いブラウスに白いジャケットというお店なんですけれども、その真っ白のお洋服というのに込められた思いというのはあるんですか？はい、そうですね、黒のスーツか、白、どちらにしようかいろいろ悩んだんですけど、でも自分の気持ちとしては本当に晴れやかな気持ちなので、この服を今着ています。すがすがしい思いというのが伝わってくるようになりますけれども、これまでの真央さんの人生の中で何度も出てきた言葉というのが濃密だったと思うんですが、そこまでこう完璧パーフェクトというのにこだわり続けたのはどういう意味があるんですか？やっぱり失敗はしたくないですし、これだけ試合に向けて練習してきてるからこそ、やっぱり誰もミスしたくないと思うと思うんですけど、自分はでも試合にそんなに強いタイプではなかったので、あえて自分で言っていたんじゃないかなというふうに思っています。それからもう一つ、やはり真央さんといえばトリプルアクセルだと思うんですが、このトリプルアクセルというのは真央さんにとってどんなものでしたか？はい、私は伊藤みどりさんのようなトリプルアクセルが跳びたいと思って、ずっとその夢を追ってやっぱりやってきたので、本当に跳べた時はすごく嬉しかったですし、自分の強さでもあったと思うんですけど、その反面やっぱり悩まされることも多かったです。もう一つだけ、はい、真央さんは5歳の時にスケートを始められましたけれども、はい、今もしタイムスリップして5歳の時の自分に会うことができたら、どんな言葉をかけますか？難しいな。そうですね、頑張ってって頑張ってって、はい、どういう思いを込めて、それはやっぱり私はこれだけフィギュアスケートをやってて、やっぱりたくさんの方に応援してもらえて本当に幸せだなというふうに思いました。なのでもう大変なこともあったんですけど、自分に対してエールを多分送ると思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。朝日新聞の後藤です。どうもお疲れ様です。ありがとうございます。以前朝日選手が、子供さんたちと接している様子っていうのは、子供さんたちと接している様子がすごく印象に残っているんですけれども、はい、朝日選手の経験から、まあ、日本、世界の子どもたちに何かアドバイスというか、声をかけられることがあるとしたら、どうなったでしょうか？そうですね、私は本当にちっちゃい頃から本当にスケートが大好きで、ただただスケートが大好きでやっていました。なので、今から始める子だったり、今頑張っている子は、やっぱりスケートを大好きな気持ちを忘れないでねって、何かそういう子どもさんと関わるような活動を今後やりたいと思ってます？そうですね、私も本当に子どもが大好きなので、以前にもスケート教室とかやっていたんですけど、また機会があれば自分の方がいいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。NHK ニュースウェブの高井と申します。浅田さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。浅
ご自身が一番大切にしている言葉
何かありましたら教えてください。そうですね、でも本当にこの決断をしてからは本当にたくさんの方に温かい言葉をメッセージをくださ送ってくださったので、私自身本当に晴れやかな気持ちで今この場にいます。なのでやっぱり感謝という気持ちはこれからも忘れずに進んでいきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。日経新聞の原ですけれども、佐賀選手がこう試合に出始めた21世紀の初めの頃だったんですけども、ここ今こんな多くの人がいて、ショーも行われて、たくさんの人がこうフィギュアという競技に興味を持つようになってきたと思うんですけども、こうやってスケート法が日本でルールになって世界でも強くになったってことに、こう浅田さんとして自分はどうふうに貢献というか力になったのかなと思うかということと、やっぱり自分がやったこいつきたことがこれからも日本のスケート界で続くためにこうどういうふうにしていきたいなとかいうことを教えてください。私がちっちゃい頃というのは、伊藤みどり選手をはじめ本当にたくさんのトップの素晴らしいスケーターがいました。私はそのスケーターの方々を見て、私もこうなりたいと思ってずっとこちらを目指してやってきました。そしてジュニアだったりシニアに上がってからは、本当にスケーターみんなそれぞれ強くて魅力のある選手ばっかりが集まって、それぞれがこういい刺激をし合いながら切磋琢磨して頑張ってきました。そしてそれを、まあ、応援してくださるメディアの方だったりファンの方だったりがいたから、やはりここまでフィギュアスケートもたくさん注目されるスポーツになったんじゃないかなというふうに思っています。なのでこれからのスケーターの子たちにはみんなでそれぞれ高め合って刺激をし合いながらこう頑張っていってほしいなというふうに思っています。ニコニコ動画の七尾と申します。お疲れ様でした。そしてどうもありがとうございました。ありがとうございます。先週人生におきまして、たくさんの山があったと冒頭おっしゃいました。あの伝説のソチ大会についてお伺いしたいんですけれども、ショートプログラムから二十数時間の間にですね、どのようなきっかけで立ち直って、あの世界中が感動したフリーの演技につなげることができたのか、まあ、各種報道はあるんですけれども、立ち直ることができたきっかけにつきまして改めてお聞かせください。ショートが終わってからは本当に日本に帰れないと思ってすごく辛い思いもしたんですけど、フリーの当日の朝もまだ気持ちが切り替わっていなくて、このままで大丈夫なのかなという形で練習、公式練習を終えました。でもこう試合が近づくにつれて、メイクをしてアップをしてリンクのドアを出た瞬間に、こうなんかすごい会場で、じゃあこれはもうやるしかないなっていう思いが出てきて、ようやくその時にですね、やるしかないって思いました。競技が終わった瞬間はどうでしたか。満面の笑みだったんですけども、どういう気持ちですか。最後のポーズ上を向いてたんですけど、終わったって思いましたね。それと同時にやっぱり、あ、よかったって思いはすごく込み上げてきて、ちょっと涙してしまったんですけど、バンクーバーの時にも悔し涙を流していたので、泣いてちゃダメだなと思って頑張って笑顔にしました。ありがとうございます、はい、
秘書官のワールドフィギュアスケートの鈴木です。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日はある意味浅田選手の競技選手としての卒業式かと思うんですけれども、同時に新しい道に進む、入社式といいますか、セレモニーかと思うんですが、あえて今の時期は新入社員の方も多い時期だと思うんですけれども、そういう一人として浅田選手がこれから不安に思っていることとか心配なこととか、何かそういう違う世界に進むということで考えていることがありましたら教えてください。私も本当にまた新たな一歩だと思っています。でも不安とか何もなくて、ただただ前にある道を進んでいくだけだと思っているので、これからも、新たな経験をして元気に前を向いて進んでいきたいなというふうに思っています。あともう一つ、プルシェンコ選手も先日競技引退を発表しましたけれども、長く同じ競技の世界で戦ってきた仲間として、この偶然といいますか、そういう時期とか何か思うことはありますか。プルシェンコ選手も引退されたということで、本当に私よりも長い選手生活、そして本当にたくさんの記録を残してきて、本当にたくさんの人を魅了してきた選手だと思います。なので心からお疲れ様でしたと言いたいです。ありがとうございました。はい、失礼します。フジテレビ内田彩奈です。本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。浅田真央さんの前を向く姿、いつも戦い続ける姿というのが本当に印象的だったんですが、その前を向く中で大事にしてきたこと、信念というのはどんなことですか。本当にちっちゃい頃からこれは変わらないんですけど、一日一日もそうですけど、何かこれがしたいっていう目標を持ってずっとやってきました。なのでその目標を達成するっていう強い気持ちを持ってずっとやってきたつもりです。今すごく忙しかった選手生活を終えて時間が少しできたとは思うんですが、一番やりたいことどんなことですか。はい、私1月、2月、3月と、時間があったので旅行に行ったり、美味しいものを食べたりすることができました。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。動画のお写真すみません、新聞の赤旗の笠本といいます。先ほどありがとうございます。競い合うことに大切さを語りましたが、ご自身も奇妙な選手とも競い合ってました。彼女への思いとか改めて言いましたけど、いかがでしょうか。私たちは、15歳、16歳ぐらいから一緒にジュニアの試合だったりシニアの試合だったり一緒に試合に出てきました。本当にお互いにいい刺激を与えながら、もらいながら、ずっとスケート界を盛り上げてきたんじゃないかなというふうには思っています。ありがとうございます。NHK の道橋と申します。お疲れ様でした。ありがとうございました。まず最後の全日本選手権滑った時にもういいんじゃないかなと思ったとおっしゃっていましたけれども、あの全日本に向けてはどんな気持ちで臨んで、そして滑り終わって何がもういいんじゃないかなと思えたんでしょうか。試合に向かう気持ちというのは一つ一つの試合変わらないんですけど、常に脳みそ、さっきも自分で言ったんですけど、脳みそをする、完璧な演技をする、
演技が終わった時に、やはり完璧ではなかったですし、自分の現役生活の最高の演技はなかったので、少し多分悔しい気持ちもあったんじゃないかなというふうに思うんですけども、その後、キスアンドクライに座って、得点が出て、順位が出た時に、 もういいのかもしれないけど、どういうことですか？やはり全日本選手権を今まで12歳から出場しているんですけど、一番残念な結果で終わってしまって、その結果も、一つ大きな、 本当にあと1年、で、措置の朝日、あと1年でピョンチャンオリンピックということで、多分選手の方々はみんなそれぞれいろんな思いを持って今日々生活してると思います。なので私はエールを送りたいです。これまでそのオリンピックの舞台も経験されていますが、真央さんにとってオリンピックの舞台というのはどういう場所だったでしょうか？ ある以上はそれを目指して私も小さい頃からやってきたので、そこに出れた、そして自分が取れたということは本当に良かったなと思いますし、オリンピックは本当に素晴らしい舞台だなというふうに思います。さらに一つだけ、もし生まれ変わるとしたらもう一度フィギュアスケーターになりたいですか、それともまた別のものになりたいですか？ 今こうして26歳までスケートをやって、すべてやりきって、もう何も悔いはないので、もし、もう一度人生があるなら、スケートの道はいらないと思います。例えば、何になりたくなくの、いや本当にいろいろありますね、やっぱり。はい。なんだろう、思い浮かぶものは。 私でも食べることが大好きなので、ケーキ屋さんとかカフェとか、そういうレストランだったり、そういうのを
やっていたのかなというふうにも思ったりもします。ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだちょっとつきませんが、あと2つ見させていただきたいと思います。文化放送の斉藤と申します。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。真央さんは自分が言ったことは必ずやり遂げるというポリシーがあるとおっしゃっていました。このポリシーはどなたから授かった教えなのでしょうか。教えてください。やはり母かなというふうに思います。あとは、まあ、こういう性格なのですごく頑固っていうんですかね。普段はそんなことないですけど、自分が決めたことに関しては一応頑固なつもりです。その自分の言ったことを必ずやり遂げるというそのポリシーを貫いた最初の体験、いつだったか覚えていらっしゃいますか。しっかり覚えているのは、小さい頃に毎年延山合宿という新人発掘合宿が長野県であるんですけど、そこで絶対トリプルアクセルを飛ぶって決めて合宿に行って初めて降りたのが一番記憶にあります。そこが現在の浅田真央という素晴らしいアスリートの原点と考えてよろしいでしょうか。そう、自分で言ったのとあれですけど、その時に目標を達成するとこんなに嬉しいんだなって、また頑張りたいなって思えた時でした。ありがとうございました。はい、最後におっしゃってます。最後に本人を送り出せるような質問してもらえる方、よろしいですか。じゃあ、その真ん中で。まず、フリーランスの坂井優子と申します。よろしくお願いします。村田真央さんにお聞きしたいんですけど、ご結婚の予定はありますか。はい、よろしいですか。はい、じゃあ最後にご質問送り出します。はい、お相手がいればその方と一緒に帰れたんですけど、台湾の中国人社の記者です。お会いにいただければ、例えば愛ちゃん、愛ちゃんみたいな台湾の人と結婚したりとか、そういうこと可能でしょうか。あと、なんかずっと寒い日にいらっしゃったので、でなんか暖かいところ、例えば台湾でのんびりしたりとか、そういうことあるでしょうか。そうですね、私愛ちゃんとお友達なので、もし台湾の方でいい方がいればご紹介してもらいたいなというふうに思います。私本当にすごく小さい国が台湾なので、愛ちゃんに案内してもらいます。ありがとうございます。最後は台湾の話になっちゃう。じゃあ昨年もう一つ見ましょうか。質問に自信なんだ。副奏者のフィギュアスケート男子の長谷川です、お疲れ様でした。ありがとうございました。今後ザ・アイスを含めてプロスケーターとしても活躍されていくご予定だと思いますが、プロスケーターとしてどういうスケートを今後見せていきたいと思いますか。はい、一番近くにあるのはザ・アイスなので、まだプログラムを作ってないんですけど、エキシビションナンバーを作ります。そのエキシビションナンバーで今までスケート人生すべてをそのプログラムに注ぎ込めるように、そういうプログラムを作っていきたいと思います。
よろしいですか。ありがとうございます。では、以上で本日の会見を終了させていただきたいと思います。最後に浅田真央の方から皆様にもう一度ご挨拶をさせていただきます。 皆さん、応援どうもありがとうございました。